ーパーフライ級アツムバーサス翼。本日の第5試合です。スーパーフライ級53キロ3分3ラウンドの一戦です。赤コーナーが厚む、そして青コーナーが翼です。この試合解説はマンドコロジン選手、神村えりかさん、お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ神村さん、はい、厚む対翼ということで、厚むは翼のお兄さんの金子厚さと戦ってるんですよね。そうですね、あの試合も私見てましたけど、かなりの接戦でしたね。はい、ですからまあそれで判定負けということで、まあそのあたりでマンドコロ選手、何かこう、はい、兄弟には負けたくないという思いあるかもしれませんね。そうですね、それはあると思いますね。はい、厚むはなかなかこのライズの舞台では勝ち星を挙げることができません。さあ本日の第5試合、スーパーフライ級53キロの一戦です。青コーナーが翼、そして赤いグローブが厚むです。翼がサウスポー、そして厚むがオーソドックスです。今これライズルールですけど、2人ともムエタイの選手なの で、はい、なんかライズルールでムエタイの試合見てる感じですか。確かにそうですね、この構えからしてそうですね。で翼選手、私あのターゲットの本部に移籍してからまだ直接お会いしたことはないので。そうですか。そうなんですよ、ターゲットに移籍してどんな試合を見せてくれるのかすごく楽しみにしてました。まあ、去年一躍スターに上り詰めましたヤーマンとも幼なじみで、このライズで戦いたいという思いからターゲットに移籍して今日が初の試合ということになります。こうやって移籍して環境を変えてまでライズに出たいっていう思いを持ってくれてる選手が一人でも多くいることを嬉しく思います。そうですね、はい、そしてマンドコロ選手、これがまた53キロの戦いですけれども、はい、どういうところ注目しますか。そうですね、やっぱ戦う可能性もあるので、どういう戦いするのかなというのもしっかり見ていきたいと思います。じわりじわりと距離を詰めていきます翼、そして重たいローキックを出していきます。距離立ってるよ、距離が詰まります。かなり大きな音でゴチンという音がしましたね。頭と頭が当たりました。あれ、マンドコロ選手はこれ2人とも対戦したことはないですか。あ、はい、2人ともないですね。なるほど。ここもプレッシャーをかけていくのは翼。積極的にどんどんとプレッシャーをかけていきます翼です。神村さん、翼の方が前に出てきますね。そうですね、プレッシャーと、あとパンチの手数もちょっと多いような気がしますね。あ、ここはワンツー、前に出ていきます。これマンドコロ選手、2人の試合というのは見たことはありますか。と翼選手はまだ見たことがなくて、厚む選手は何試合か見させてもらったことあるんですけど、まあ、ハードパンチャーだなというイメージがあるんで、まあ、一発でひっくり返せるようなパンチ力があるのかなというのは思いますね。その厚むに対してどんどんと前に出ていきます翼です。まあ、ムエタイのオープンフィンガーにも2試合出てるぐらいですからね。ここ1ラウンド目から打ち合いですもんね。打ち合ってますね。あ、強烈なミドルキックは翼です。イーストレートから前に出ていきました厚む。翼選手は結構前の試合とかも、サイドパンチが当たりました。前の試合も結構パンチのイメージはあったんですけど、厚む選手も今回打っちゃうなと思いましたけど、ダウン取られちゃいましたね。第1ラウンドからダウンシーンが生まれました。ここもどんどん前に出ていく翼。ここで第1ラウンド終了。本日の第5試合、スーパーフライ級3分3ラウンドの一戦です。厚む対翼の試合、神村さん、第1ラウンドから翼がダウンを奪っていきました。いやね、本当にパンチがすごくいいなと思います。厚む選手はちょっと自分がこう、厚む選手自身がフックを打つときに、あんまりこう相手を見えてないような気がするので。あ、そうですか。で、そういう時にパンチもらっちゃうと今みたいに、ね、ダウンしちゃうのでもったいないなと思いますね。このダウンシーンもマンドコロ選手、1ラウンド、まあ、終盤でしたね。そうですね、もうちょっとところやったんですけど、最後の最後でダウンしちゃいましたね。いいパンチが顔面を捉えていきました翼。厚むの表情、
このあたりを見て、これ上村さんダメージ的にはどうですか？それを私マンドコロ選手に聞こうと思ってました。あ、本当ですか。じゃあマンドコロ選手いかがでしょう？ダメージまだ残ってそうですけどね。残ってますかね。はい、やっぱ最後らへんやったんで結構首もしなっちゃってましたもんね。そうですね。さあここもステップを踏んでローキックを出していきます。翼、あ、ただ最後のフック出していきます。厚む、ナイスミドルキック、いいですね。いや、ミドルからパンチのコンビネーションは翼ですが、また距離を止めての打ち合い。厚む選手は距離取って戦いたいですよね。リーチ長いな。ただ翼がどんどん前に出てきます。身長では2センチ翼の方が高いという手元の資料にはなっています。あ、ここも左、右から左のコンビネーション。ここも青コーナーに詰めて相手を倒していった。だいぶダメージありそうですね。第2ラウンド今日2回目のダウンです。アツム、いや、かなり顔が赤くなっています。アツム、パンチの回転力に差があるので、ちょっと蹴っていった方がいいんじゃないかなって思いますけどね、個人的にはね。厚むですか。はい。おお、ここも相手を倒していきました。最後もコンビネーションで相手を倒していきました。翼、おめでとう。いや、このライズに出場するためにジムを移籍したという翼ですけれども、そのあたりで見事な戦いぶりと上村さん言うことになりましたね。いや、本当ですね。なんか環境変えたりとか自分の中で何か変えた後の試合って、やっぱりこう緊張したりとかプレッシャーを抱えることあると思うんですけど、はいはい、見事な KO 処理でしたね。いや、そうですね、はい、こう早いコンビネーションといいますとマンドコロ選手ですけれども、今のコンビネーションどうでした？そうですね、やっぱスピードも速くて、まあ、一発一発のパンチも重そうだったんで、まあ、でもいい試合でしたね。これでも当たる可能性っていうのもマンドコロ選手あるわけですよね。そうですね、こういう勝ち方したらやっぱり当たってくる可能性もあると思うんで、まあ、しっかりそこは警戒しながら、いい勉強になったなと思いますね。そうですね、はい、将来的には、まあ、厚む翼、この勝利しました翼選手とも、戦うということも予想されますマンドコロ選手。さあ、翼選手のマイクパフォーマンスということになります。翼選手にコメントをいただきます。お願いします。皆さん、はじめまして、ターゲットの翼です。僕はずっとライズに出場することが、目指してたんですけど、まあ、ちょっとそのため、今回あのターゲットに移籍してライズ初参戦ということで、あの KO で勝ちました。まあ、多分今日僕のことを初めて知る方が多いと思うんですけども、今後とも応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。勝利コメントからもそのライズに出場したかったという気持ちが伝わってまいりました。